はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。でこの動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、陰性の証明書が最短2時間で受け取れる PCR 検査センターが成田空港で開設されましたという話なんですけどもね、まあ4万円くらいで、ね、できるらしいですね。でも僕がびっくりしたのはですね、それ陰性であればその証明書がね、最短2時間で受け取れるっていう速さなんですよ。もうめっちゃ早すぎません？そんなんね。大体その病院でね、その書類っていうのは、まあその書類の種類にもよりますけども、1ヶ月以上は待たされますよね。待たされません？皆さん。まあ、待たされるというか、まあそれぐらい時間かかったりしますよね。まあ保険会社にその提出するやつとか、保育園とか役所へね、提出せなあかん書類とかあるじゃないですか。まあ、例えば今日通院やったら、書類作成窓口っていうのが僕の病院にあるんですけど、そこに手続きしに行ったら、大体4週間から1ヶ月半かかりますってね、言われるんで、まあ毎回ね、そんなかかるんですかってこうね驚いてるんで、いまだにあのサプライズにはね慣れません。ほんで今回のね、その成田空港の PCR 検査センターっていうのは、日本医科大学がね、その今日この2020年の11月2日にね、成田国際空港 PCR センターというね名前でね開設されたんですけども、まあ、空港内にね PCR 検査ラボをね閉鎖するのは成田空港がね初めてらしいです。大阪にあるね関西国際空港や伊丹空港はねまだみたいです。ほんでね、まあその成田空港ではね、受付から陰性の証明書までの発行までを、日本医科大学が一貫して、ね、運営を、ね、行ってくれるみたいで、受付から問診、検体採取、検査、証明書の発行まで、その最短2時間で、ね、やってくれます。早いですよね。でもね、その PCR 検査ラボ施設の環境っていうのが整う、11月末まではでも最短でも6時間かかってするみたいです。6時間待ってたらもう1日終わりますよね。2時間ちゃうやないかってね言ってしまいそうなんですけども、まあそのまあでもね、飛び込みでもね、事前予約なしね、予約なしでも対応してくれるようで、だからね、ちょっと怪しいかなとかね、不安になった関東にお住まいの方とかやったら、まあ、すぐに成田空港に行って検査を受けることができるみたいです。出国者以外の、ね、人の、ね、検査も、ね、受け付けてくれるみたいですからね、もう誰が行っても、ね、いいんですよ。そしてね、その陰性証明書っていうのはね、外務省が、ね、提示しているフォーマットをね、ひな型をね、で発行してくれるらしいんで、まあ、どこに提示しても受け付けてくれそうですよね。場所はね、第1ターミナルの中央ビル3階と、第2ターミナルビル1階で行われます。検査と証明書発行の料金はですね、事前予約ありやったら、39,800 円で、事前予約なしやったら 46,500 円で、ね、ちょっとね、飛び込みはね、割高ですけども、まあ、便利な施設だと思います、僕はね。まあ、空港ではね、国内初の試みなんですけどもね、まあ、時間をかけてね、ことがこうスムーズに取り行われて、まあ、これはいけるって、ね、他の空港がね、判断したらね、その国内のね、他の空港でもね、開設してほしいですよね。そして、空港の近くにもね、病院があればね、いいですよね。成田空港は知りませんけども、まあ、ありそうな感じしますけども、大阪のね、関西国際空港の近くにはね、空港へのね、大阪湾の上にね、あるんですよ。関空ってね、関西国際空港ですね。そこに行くには、橋を渡らなあかんのですよ、橋をね。大きなね、長い橋があるんですけども、その橋を渡る手前に大きな病院がありますので、そういったところでね、その後のケアとかをね、受け入れてくれるんやったらね、すごいいいと思いますよね。で、またそのシステム自体がすごい良くて広まったら、各病院にもやってほしいですよね。空港だけじゃなくてもね、ほんまにその病院、全国の病院でやってほしいものです。とはいうものですね、その各病院でも、今の患者さんでね、大変でしょうから、まあ、そう簡単にはいきませんよね。まあ、うちの近くにもね、感染症の病院がありますけどね、まあ、そこに、ね、新しくね、開設されてますけども、まあ、そこだけではね、この地域の人ら以外の人らもね、こう、バーって殺到したら、待ち時間がすごいことになるんでね、大変なので、ほんまにもうたくさんの病院でもね、やってほしいです。ほんでね、思うんですけどね、大阪には、ワールドトレードセンタービルと、リンクゲートタービルっていうね、まあ、使われてない、まあ、こともないんですけども、大阪府が作ったね、負債ともね、呼ばれているね、大きなね、ビルがあるんですよ。ほんまにめちゃくちゃ大きいビルなんですよ。だからこういうところをね、そういったね、PCR センターなりね、改造してね、使ったらいいんちゃうかなと思うんですよ。まあ、アクセスしにくくもないし、まあね、ないよりマシでしょう。新しいことがね、始まってもね、それをできる場所が少なかったら、こうみんなそこにガーって集中してね、もうえらいことになるじゃないですか。
ね、こんなね PCR センターみたいなねところにね希少性はね言いませんよね。でそういうところでね、まあ、昨日の動画も言いましたけども、予防接種とかもねできるようになったらいいと思います。あのでもね今はねその各健康保険組合でも、まあ、それぞれのね地域のね大きな会館なので、あの予防接種とかね検査とかもやってくれてるんで、そういったところでやるのは別に不可能ではないと思うんです。でほんで陰性の証明書が2時間で受けれたらね最高でしょう。まあ、これもねその空港ではね曜日は関係なしでしょうけども、まあ、各地域でこれを開設したら、まあ、日曜日でもやってくれたらね嬉しいですよね。まあ、そしたらねわざわざ仕事休んでとか総裁選でもね済みますからね。でもまあそれではねやっぱ医療従事者の方々にはね負担になってしまいますからね、まあ、希望ばっかり言っててもねいけませんが、まあ、命が守れるのであれば国がねその辺はね負担して頑張ってほしいですよね。まあでもねそういったのにねかからへんのがならへんのが一番なのでね、まあ、昨日も言いましたけども、まあ、ぜひね手洗いうがいをね続けていきましょう。まあ、そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。